タトラカータトラ t にタトラ T2 はかつてチェコスロバキアのプラハに存在したタトラ国営会社スミーホフ工場が製造した路面電車車両最初のタトラカーとして開発されたタトラ T1 の改良型として設計され製造当初は G と呼ばれていたタトラ国営会社スミーホフ工場がかつて展開したタトラカーと呼ばれる路面電車車両は アメリカ合衆国で開発された高性能路面電車 PCC カーの技術をライセンス契約のもとで取り入れた電車である。1951年に最初の車両となるタトラ T1 が製造され、チェコスロバキアを中心に東側諸国に導入された。タトラ T2 は各地の路面電車事業者からの要望に基づき、この T1 を改良した形式である。 タトラ T にはループ線が存在する路線での運用を前提とした片運転台のボギー車で一両での運用に加えて総括制御による二両編成以上の連結運転も可能な構造となっていた。車体の寸法は T1 から拡大し長さは 14000mm、幅は 2500mm に変更されたほか強度も T1 から向上した。この車体の設計にあたっては 乗客の流動性の向上を重点に置いており、右側に3箇所設置された乗降扉のうち、運転台の傍らにある前方の扉から登場し、車掌による検察を受けた後、中央、後方の扉から降りるという流れを前提に置いた構造となっていた。座席についても試作車については、T1 と同様のロングシートであったが、以降は1列2列のクロスシートに変更された。全照灯は、 前方下部に1個設置されており、周囲には銀色の装飾が施されていた。電気機器の構造については、PCC カーを元に設計された T1 の仕様が継続して採用されており、手電動機からの動力は、自在継ぎ手や傘歯車を介して車軸に伝えられ、制御装置は加速機とも呼ばれた多段式抵抗制御装置が用いられた。運転台からの速度制御は、 足踏みペダルを用いて行われた。台車については、従来の標準機に加えて、狂気や事故で述べるソビエト連邦圏内の後期にも対応しており、より多くの路線で運用できる構造となった。1950年代のソビエト連邦では、国内各地の鉄道車両メーカーによって、路面電車車両の製造が行われ、首都モスクワのモスクワ市電をはじめとした各都市への配給が、 実施されていたが、その生産速度は遅く、第二次世界大戦前から継続して使用されていた、旧型電車の置き換えや急増する需要を補うのに、不十分であった。さらにこれらの新造車両の多くは、旧来の気候を有しており、より近代的な車両が望まれていた。そこで、経済相互援助会議体制のもとで、高性能車両であるタトラティーニを、ソ連向けに改良した。 シャトラティーに SU の大量導入を実施することが決定した。極寒の環境下での使用を考慮し、運転台は客室と区切られ、運転室となったほか、車掌による業務が存在した、関係上多くの車両については、中央部の乗降扉が設置されておらず、その分座席数が増加した。一方で、手電動機や制御装置を含めた、 電気機器については T2 と同様のものが用いられた。最初の車両となる試作車は1955年に製造され、チェコスロバキアの首都プラハを走るプラハ市電に導入された。うち6002に採用されたクロスシートの内装が1958年以降、製造が始まった量産車へと受け継がれ、廃止が検討されていたヤブロネツなど2層市電を除いたチェコスロバキアの 全路面電車路線へ向けて導入が実施された。一方、それに先駆けて1957年から量産が始まったソビエト連邦向けの TNSU についてもその、性能や品質、大量生産体制が高く評価され、最多の180両を導入したモスクワ市電を筆頭に6都市に向けて、計380両が製造された。 だが、車体の強度を上げたことで、T2 の重量は17から18トンと増大し、軸重も増加したために、軌道の状態が悪い地域への導入が難しいという問題を抱えていた。そのため、スミーホフ工場では、車体や座席の設計を変更し、重量を2トン近く軽減した改良型であるタ・トラティさんを開発し、1960年以降、生産が始まった。 それに伴い、T2 の量産は1962年をもって終了した。その後は、各都市で長期にわたり活躍したものの、1980年代以降は、老朽化及び後継車両の導入によって廃車が進み、T2T2SU ともに、大半の車両は1980年代までに営業運転を終了し、以降は工述する更新工事が実施された車両のみが、 使用されることとなった。引退した車両の一部は各地の路面電車事業者や博物館で保存されており、その中には試作車一両も含まれる。タトラティーニおよびタトラティーネ SU の新造車両が導入された都市は以下の通りである。国名および都市名は導入当時のものを記す。1970年代以降、 タトラ T2 の一部車両については、延命や近代化を理由とした更新工事が実施され、塗装や内装、車内照明、機器を中心とした修繕や全商灯周辺の装飾の撤去が行われた。その中でも大規模な更新の事例として、以下のものが存在する。T2RT2 の延命及び増備が進む T3 との使用統一を図るため、1970年代以降、 近代加工時を施した形式。全商灯の数が T3 に合わせた2個に増設され、座席もラミネート加工を施したプラスチック製のものに変更したほか、電気機器についても T3 と同型のものに交換した。改造対象となったのは、ブルノ市電の80両、オストラバシデンの13両で、全車は1976年から1983年。 後者は1985年から1986年に改造された。両社とも原型の T2 が全廃されて、以降も使用されたが、後継車両への置き換えが進んだことで、ブルノ市電からは1998年に引退し、オストラバ市電でも1990年代までに営業運転を終了した。このうち、オストラバ市電で運用されていた給料については、 車両不足を補うため1995年から1996年にかけてリベレツ市電へ譲渡され、そのうち8両が営業運転に使用された。これらの車両のうち最後まで使用されたのは2両で、胴体保存車両を除いた世界最後の現役のタトラティーニでもあったが、2018年11月17日に実施されたさよなら運転をもって、 営業運転を終了した。その後、この2両は、プラハ市電を運営する、プラハ公共交通会社へと譲渡され、全商島周りに装飾が存在する製造当時の姿及び、全商島が2個に増設された T2R に、更新直後の姿への車体復元が実施されている。また、車両番号の表記についても、オストラバ市電時代の、 9番へ戻されているが、登録上の車両番号はそれぞれ、プラハ市電に導入された試作車の続番である6003、6004となっている。また、上記以外にもリベレツ市電に一両が保存されている。他、同市電で2006年に廃車となった一両が、プルゼニ市電に譲渡され、2009年のプルゼニ市の公共交通運行開始110周年記念事業の一環として、 車体を原型に復元した上で、胴体保存されている。チェコスロバキアの都市、コシツを走る、コシツエ市電に導入された T2 の一部は1986年に T3 と同様の全面形状に改造されたほか、電気機器についても T3 と同様の構造に改められた。事業用車1両を含めた5両が改造対象となったが、1990年までに廃車されている。 ありがとうございます。